はい、こんばんは。えっ、ー、と、これは、えー、きえー、ネットの UFO キャッチャーで撮った時の映像です。で、これは、えーと、ヤフーオークション、あれの、えーと、なんだ、出品してる方なら、あの、1回は無料でできるゲームなんで、 登録しとくとく、えー、いいと思い思ます毎日一回あのワンチケットもらえるんで,、えー、とでそれがねあのヤフオクの、えー、このゲームゲームのところを押してでゲームプラスそうすると 出てこねえかなちょっとネットが重いな。ん重いですな。はい、出ました。えっ、ー、と、これのね、これ、タイトオンラインクレーン。で、これであのログインし。 するとあのー、毎日ワンチケットもらえてしてまたログインボーナスっていうかログインの時にえっ、ー、とーなんだチケット 100, 100ポイントのチケットがもらえます100ポイントのチケットもらえるとその貯めたやつでえっ、ー、とこういったふうにいろいろとあのー、選べます でその欲しいものがあればそこに入っていくとそうするとこんな画面になって、えー、この前ですね前から見る感じとトンとすると横から見る感じでまあその両方使い分けて時間内に何回でもクレーンは動、えーえー、上下左右は 動かせるん上下というかあのなんだろう奥行きとか、うん、それは、えー、と時間内なら動かせます。でまあ撮る時はキャッチボタンを押せばクレーンが降りてきますんで。でまあそのですねもうこれはチケットほんと毎日もらえるんで。 本当出品してる方は登録した方がまあお得かと思いますいろいろえっ、ー、とさっきみたいにカバンとか、えー、あとはんだろういろいろ雑貨もあるんですよ雑貨もまあそこそことほ,ほぼ毎日あの商品がいろいろ 出てくるんでですねまあこんな感じで。 いろいろできますあとその自分でチケットを買ったり課金もできますんで、えー、課金するとそれだけまあ取れる確率は上がりますけどですねあとこれにはねあの練習代っていうのもあってこれで、まあ、練習代はもう本当全然チケット減らないんで、まあ、何回でもできます。 こうやって横と前とこれ今8人見てる方がいて4人が順番待ちで並んでます。でこうやって予約するって感じするとこんな感じで自分の何番目予約待ち6番目と。 結構待ちますね。これ練習はだいたい1人3回までできるようになってます。まああと今音楽消してるんですけど音楽もねああちょっと音楽ちょ出らんな。調子悪いんかな。通常音楽出てるんですけどね何かモードいじったかな出ませんね。 結構本当 UFO キャッチャーみたいな音楽が流れてます。こんな感じで、えー、遊んでみてはどうでしょうか。